産業というのはこの炎症制度と和製造、玄関ですと大きな穴がありますがね、あれが炎症麻薬と言います。鉄砲の火薬を作ったと、山から草を刈ってきて、それでこう正面をかけます。床下の土を混ぜて不織布を作った。その不織布が炎症の原料です。日本へ鉄砲が伝来すると同時にここで炎症製造が始まる。明治半ばまで300数十年間大量に生産された。五箇山の主産業です。だからこういう家っていうのは普通の民家でと違いましてね、言うてみれば炎症製造工場なんですよ。工場として初めから作ったんです。その頃岡山へ炎症制度を伝えたのは本願寺だと思いますがね。本願寺が中国からそういう製法を盗んできて、ここへ火薬製造したんです。だから天正10年にはここから本願寺まで炎症を収めた記録が残っています。本願寺はその炎症を使って信長あたりとこう戦争してる。石山の勝手、石山勝手、ここからちゃんと炎症を持ってたんですが、記録残ってる。その時もうすでにここで炎症が作られていたってこと。